ただいま川西市のね、資料館、郷土館の場合に来ております。これからですね、山下古道という三重県山に向かう西への道ですね、これを登っていきたいと思います。では、ぼちぼち行ってまいります。最初はね、こんな感じでちょっと住宅街を行くんですけども、住宅街過ぎるとですね、一気に山に入っていきます。もう裏にね、山見えてると思うんですけどね、もうそこが神社なんで、神社の横から登っていく登山道がありますので、それに従ってですね、行ってみたいと思います。何でしたっけ、平野神社でしたっけ、見えてきました。あ、子供がたこ揚げしてますね。ゲイラカイトですけど、日本の原風景ですよね。はい、見えてきました。このエリアではですね、一番古い格式のある神社だと思います。三重県山へね、登っていくための、登山口として、この古くからのこの山下東谷の部落ですね、ここの、神社の神様っていう感じですよね。大晦日はね、引いたいて初詣の人いっぱい来るんでしょうけど、ごめんなさい、今年はこんなとこまで来れてないんで。どうですか。右に曲がり込んでいくとですね、この白い土塀の道に沿ってですね、こう登山道ができていると思うんですけども、これが山下古道のスタート地点になります。この道ね、山の中に入ってから結構分岐したりね、いろいろしてて分かりづらいんですけどもね、順番にこれ長石代わりのこう観音さんですかね、あります。ここ第2番って書いてますね。ちょっと登っただけでこの風景ですね。あの辺が、宇根の山下、こっち行けば、甲府台の方向につながっていきます。さあ登っていきましょう。すぐにありますね、3番ですね。小川路って書いてますよね。和歌山と何か関係あるんでしょうかね。
はい、5分ほどでですね、あ、10分ぐらいか、サンジャグっていうね、途中のお社まで登ってきました。ちょっとお参りをしてですね、さらに上に行きたいと思います。はい、稜線までね、なんとか上がってきました、まあ、ここまで来ればね、アトラクションなんですけど、森自体はね、やっぱり植林されたヒノキ、特に高い斜面ヒノキ多いですね。それとあと雑木林のニジン、特にこのエリアに多いこういうネジキ、ソヨゴ、こういったやつはですね、この辺がメインとなっている林です。もう18番ですね。さっき3番やったんで結構上がってきましたね。東海上登ってるからきついっすよ、ね。まさかこれだけの距離でヒーヒー言ってたらね、高い山とても登れないんですけどね。はい、ずっとですね、このような緩い傾斜の稜線が続きます。日差しはね、こういう風に木漏れ日がパラパラあるぐらいで、そんなに見通しのいいところはないんですけど、気持ちのいい登山道ですね。まあ地元の人はそこそこね、歩いてるんで、結構道もきっちり整備されてて、安心です。ただね、分岐がこの先いっぱいあるんで、間違わないように行かないとですね、気がついたら全然ちゃう方向行ってしまうことがよくありますのでね、はい、間違わずに行きたいと思います。ちょっとね、数年前の台風の影響で木こけてますよね。上のあれですよね、ソヨゴのでかい木ですけどこけてますね。まあもともとね、そんなに土地の越えてるとこやないんで、こういうソヨゴとかネジキとかね、ツツジカみたいな割としょぼいやつがよく生えてて、あれなんかもね、ミツバツツジなんかも非常に多いとこですけどね。はい、ずっとしばらくこんな感じの道が、はい、続いていきます。小高いところですね、来ましたね。三角的が見えます。なんちゅう山なんですかね。地図にも何の記載もないし、よくわかんないんですけど、国土地理院と書いてますよね、まだね。はい、三角点、三角点土地などというみんながね、よくやってるパターンですよね。大切にしましょうと書いてますけどね。四等三角点で書いてますね。ここの地点の名前はありません。はい、では甲府台の方にね、向かっていきたいと思います。はい、この山ですね、こんな感じの分岐がね、あちこちにいっぱいあります。非常に迷いやすいですね。
まあ笹部の方向から登ってくれば基本的にはですね、左左に行けば大体間違いないと思うんですけども、それでもですね、時々間違いますんでね、気をつけて行っていただきたいと思います。はい、甲府台のですね、真上まで降りてきました。この木の間から見えますかね、甲府台の町ですね。こっち側の山が、これ木の間から見えてるのはこれが甲大寺山ですね。これから駅の方に向かってね、だんだん下っていきたいと思います。いやいやね、はい、このフェンスの横を、もう最後の下りですね、降りていきたいと思います。まあ、こういうね、看板がありますよね。この山ね、だいたい看板ないんでね、結構間違えますよね。今日もかなり派手に間違えましたんでね。山っぷの軌跡見たらね、どえらいことになってると思うんですけども、まあ、そこはそれで仕方ないですね。事実は事実なんで受け入れていかないといけないんで。で、ここ今まで10回ぐらい来てるんですけどね、まともに行けたんて多分半分ぐらいしかないですよね。半分ぐらいどっかで間違って全然ちゃうところへ出たりね、元へ戻ったりね、あらーみたいなね。はい、完全に、はい、住宅地へ戻ってきました。はい、甲府台のね、駅のちょうど上まで来ました。全然人いないですよね。まあ仕方ないんですけどね、ここもできてからだいぶ経ってるんでね、人いないですね。はい、この下駅見えてます、見えてますかね。甲府台の駅です。ただいま川西の瀬口方面へ向かう電車が参ります。危険ですから黄色い電子ブロックの内側にお下がりください。昔の山下の駅まで戻ってきました。今日はね、山下歩道を歩くという動画を撮ってみました。また続けてね、いろいろ撮っていきたいと思いますので、見ていただけたらありがたいと思います。どうもありがとうございました。